ちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回はですね、ジュエリーをやっていくんですけれども、どういう感じの内容かって言いますとですね、アクティブなシーン、動きがある場面ですね、日常の中でそういうシーンというかですね、あの場面が必ず誰しもありまして、でその時につけるアクセサリーがどんなものが向いているのかなっていうのをね、ちょっとご紹介したいと思います。アクティブなシーンにぴったりなアクセサリーっていうことでやっていきたいと思いますね。はい、よろしくお願いします。それでですね、いろいろですね、アクティブなシーンといってもあるんですけど、まずはですね、あの仕事のシーンっていうのがね、浮かぶんですね。で、ちょっとですね、一つですね、私が、あの、こういう動画をご紹介しようと思った理由としてですね、割とね、苦いエピソードがあるんですよね。そういうのから、やっぱり、あの、アクセサリーは、アクティブなシーンには、こういうとこ気をつけた方がいいかなっていうのとことかがあるので、ちょっとね、そのね、エピソードね、ご紹介なんですけど、2つほどありますね。1つはですね、だいぶ昔の話になるんですけれどもね、遠くへ旅行に行った時にですね、お気に入りの時計をつけていったんですね。それ買ってもらった大切な時計で、革のベルトだったりして結構いいものだったんですよね。でそれを落としてきてしまって、やっぱり旅行の先なので、どこで落としたかも見当がつかずに、ちょっとね、そのままもう終わってしまったっていう苦いエピソードがあるんですね。でもう1つはですね、なんか、お酒なんかを飲みに行った時に、そのお店にちょっと忘れてくるみたいなことがね、よくね、特に取れやすいもの、外れやすいもので、イヤリングとかね、そういうものがね、あるんですけれども、なんかそういうエピソードですね。あと、チェーンが切れてペンダントが丸ごと落としてしまったとかですね、その辺もね、ありますね。なんか無意識なので、もう、別のなんか楽しみの娯楽とかだと、ちょっとそっちに集中しちゃってですね、自分が身につけているものとかになんかちょっと散漫になりがちなんですよね。で、そういう時とかがね、気をつけなければならないもんだからということで、じゃあどんな感じなのかっていうことで、今回はですね、アクティブなシーンだけにちょっと絞って、そういう時の、数点ですね、ちょっと違うテイストで3つほどアイテムをね、ご紹介していきたいと思うんですね。じゃあそれで最初からちょっと写してみました。こちらなんですけれども、これってティファニーのノーツペンダントっていうやつの一番ちっちゃいやつじゃないかなと思うんですけども、縦横が 1.5 センチ四方ぐらいしかなくてですね、ちょっとちっちゃいものなんですよね。なんだけど、まあやっぱりティファニーっていうところで確かなお品っていうこと、銀製の結構お買い得な、お求めやすいお値段のラインのものなんですけど、シルバーはね。でこれをね、ティファニーをスクエアの形で揃えてみました。ちょっと粋なのが、ティファニーばかりを揃えていくっていうことですね。3セットとも、ペンダント、ブレス、リングっていう風にね、ちょっと3セット、3つのアイテムを1セットにしておくんですけども、行くんですけど、ペンダントがね、この四角なのでっていうことで、ブレスレットも四角なんですね。ボックスチェーンのこの、これ有名ですよね。誰でも持ってる、ノーツペンダントも結構よく見る、いろいろな人が持ってるって感じで、このリングはちょっと個性的かもしれませんけど、これもね、実はティファニーなんですよね。号数がすごく大きいんですけど、私指輪が太いのでこれいいんですけれどもね、ちょうど。という感じで、こういう四角い、カクカクしたスクエアなモチーフを集めて作ったという、持ってきたっていう感じのこだわりをちょっと表現できるんです。それで、仕事なんでね、あまり華やかにキラキラしたものはっていうことなんですけれども、それでもですね、やっぱり、業界にもよるかもしれないんですけれども、ある程度ですね、やっぱりね、こだわりも出してもいいんじゃないかと思うんですよね。働く時間長いですから、そうするとですね、こんなものが好きなの、この人っていうふうに、周りの人になんかね、見られている感じも、少しは意識してもいいんじゃないかなと思うし、そんな感じで、何も、おしゃれもして、行けばいいんだけれども、ただですね、仕事っていうのはたとえジムでもですね、動きがあるものですね。結構ね、バタバタしたりとか走ったりとか、なんか何か荷物を持ち上げたり、そんな時にプチンとチェーンがちぎれたりする場面もあるかもしれないですね。まずはそのためにはですね、やっぱり、丈夫なものを選んでいくこと、まず一つですね、仕事用としてはね。なので私もそれを、そんな感じの意識で、これね、なるべくチェーンなんかもね、線形の太いものを選んでます。ちぎれにくいんですよ、全体的にね。いくらペンダントが一番
何か起こりそうな感じなんですけど、やっぱりね、華奢なものですからね。だけれどもそれでも線形の太いチェーンを選んで、しっかりとしたものを身につけていけばね、そんないつもいつもちぎれてしまっても叶わないわみたいなことにはならないと思うので、こんな感じだったらいいんじゃないかと思ってちょっとご紹介ですね。これはね、お仕事っていう感じですね。お仕事なので、そうなんですよ、これね、ここティファニーって、そこ考え方によっても結構な高級品だとも言えるんですけれども、まずティファニーの中でのランクでも、割と求めやすい値段であるっていうことが、万が一何かが起こってちょっと外出の仕事の時に落としてきちゃったっていう風になっても、めちゃくちゃ悔いが残るものでもなくて、また探せばありそうな感じですね。そうするとあまりレア感が大きくない感じなので、なんとかなりそうなところも適度な感じの高級感あって悪くないんじゃないかなって思って、こういう風にチョイスしてみましたね。はい、はい、じゃあ次のシーンに行ってみますね。次のシーンはじゃあ仕事っていうのが来たので、ちょっと仕事で特別なね、なんかパーティーとは言わないまでも飲み会があるだとかですね、まあ仕事じゃないにしてもちょっとしたなんかお食事があるなんていう時におしゃれをちょっとしていきたい場合ですね。まあ、平日のちょっとした時間とか、そんなにすごいパーティーとかじゃなくて、そういう時にね、ちょっとしたシャレっ気みたいな感じな時に、このミドル級な感じのパールの使い方どうでしょうかっていう感じなんです。で、淡水真珠なんですよ、これライスパールの。だけど、ライスが整っていて、ライスパールのこの形がね、割と整ってるものなので、そんなにカジュアル感、出てる感じじゃないんです。どっちかというとエレガントなんですね。で、留め具もね、シルバークラスプのお花の方、ネックレス二重になってますし、これ私自分でつなげて作って、なんかアレンジみたいなことしたんですけど、このブレスもそうです。二重に、ネックレスに合わせてつけようとして、二重にして作ったやつなんですけど、これもシルバークラスプなんですね。ちょっと変わった形の、オーバル型の。で、そこにマザーオブパールと、シルバー台、シルバー925台のマザーオブパール と、これはパイライト。あ、パイライトじゃないです。マーカサイト。マーカサイトとか交互にこういうふうに並んでるのが、いかにもこの縦長の形がこの淡水真珠のね、このライスパールと合うかなっていうことで、こういうふうになコーデをしてみました。だから、あくまでもシルバー土台のリングであることと、なんかそんな感じでね、シルバー基本にしてるので、めちゃくちゃ高級感があるわけではないんだけれども、そこそこちゃんとしたお品だなっていうことが、このクラスプの様子から見たりとか、パールの整い具合、粒のね揃い具合とかで分かってもらえるかなって、ちょっと見せていくもんですからね、こういうものってね。だから人が見るとどう思うかなっていうのもちょっとある程度意識した感じにしてるんですけど、そういう感じでちょっといい、割とそこそこな場面でも使っちゃっていいんじゃないかなと思えるような仕立てにしてあるやつなんですね。じゃあもっと砕けた場面っていうのは、この次からはですね、ちょっとね、もう落としても全然平気だよみたいなぐらいの、もうめちゃくちゃアクティブな場面っていう感じにしてみます。で、分かりやすいようにちょっと今度2つ最後の場面あるんですけど、パールつながりでね、じゃあこれちょっとしたお出かけで、そこそこまあまあなクラスはあるようなものだっていうことでしたね。そうするともっと落ちるものってどんな感じかっていうのをちょっとやってみますね。同じね、真珠類でもちょっとね、レベルをかなり落としました。で、どういうふうにレベルを落としたかっていうと、これなんです。もともとのレベル的にはですね、さっきのはライスパールっていうのは淡水真珠で、こっちのこれは実はね、アコヤ真珠なんですね。だから本当は物としてはアコヤ真珠の方がね、高級感あるんですけど、何分ね、ちょっと近づいてみてみると分かるんですけども、色真珠がめちゃくちゃ悪いんです。なんか多分汗とかなんとかついて、そのままほったらかしたようなヴィンテージの古いものなんです。真珠ってね、あまりね、ちょっといい状態でなかなか持つの難しいと言われていますね。よっぽど手入れしてなくてほっとくと、なんか傷みやすいというか、デリケートなんですよね。
なのでちょっと黄ばんでしまってるって感じがするんですね。これもこれでね、味なんですよ。あのクリーム色系、白じゃなくて、真っ白じゃなくてクリーム色の方がカジュアル感あってつけやすいって思う人もいると思うし、ただ何分アコヤ真珠だっていうベースもですね、これも大事にしていきたいわけですね。そうするとちょっと照りつやはね悪くて、質が悪くて、なんか白い なんか中からなんかあの浮き出たものが見えちゃってるぐらいなんか悪いんですけど、間違いなくアコヤ真珠はアコヤ真珠の古いものなんですね。で経年のちょっと痛みがあると、そういうものをの場合にこれつけちゃっていいんじゃないかって思うんです。逆に使っちゃっていくタイプの真珠として、でまあ万が一落としてももう別にそんなに高級な感じじゃないから、まあっていう感じでちょっと我慢できるというかね、まあ残念ですけど、それはそれでね、これもこれで味がありますからね。だからあの留め具をね、ちょっと悪い感じに、悪い感じって言ったらなんですけどね、あのネックレスなんて普通真珠には必ずって言っていいほどシルバークラスプのね、あのカチャってはめるやつのタイプが施されているんだけど、それを私があえてですね、もうそっちのシルバークラスプはいい方の真珠の方に付け替えちゃって、こっちにですね普通の一般的ななんかネックレスで使われる一番最低限な感じのあのダルマ板引き輪というのをと潰し玉ですね、これをねシルバー925、あ細かいこと言うとですね、ちょっとこれ私自分のものなんで、あのステンレスにしてあるんですね。引き輪とダルマ板はアレルギーが、このちょんとした部分でもちょっとアレルギー起こっちゃって、夏だと汗となんか首の汗でですね赤くなっちゃうんで、あの可能な限りねステンレスに変えてるんですね。そうするとあの潰し玉だけがねステンレスが手に入らないから、なかなかあの硬すぎて潰せないんですよね。なのでシルバー925なんだけど、それ以外ちょっとあのステンレスっていう感じなんです。でブレスレットなんかはこれクラスプなんだけど、あのシルバークラスプじゃないって思うかもしれないんだけど、実はシルバーじゃないクラスプなんですよ。メッキクラスプっていうのがあって、なんかそれなんだけど、バラが可愛くて一見見かけは可愛いんだけど、もうだいぶ近寄るとわかるんですけどね、あのやっぱいろんな変な色が浮き出てきて、やっぱメッキだっていうことがわかるんですね。なのでその辺細かいところ見る人が見ると、あの悪いものだというのはわかるんです。でもやっぱりパッと見ここまで集まると、本物本真珠のアコヤ真珠の集まりだっていうことで、あのめちゃくちゃ安いおもちゃでもないんだということなんですよね。やっぱ大人がつけますからね、大人用なんでね、ある程度のレベルも欲しいわけですよね。ちょっと微妙なんですけど、で、あの、あ、そうか、リングご紹介してないですね。リングはね、シルバー925の刻印もあって、その土台にもう昔のなんかこういうポコってなんか上のあの台が突き出た感じってちょっと昔風なんですよね。なんかそれもまたそれはそれでヴィンテージの味の良さかなと思うんだけれども、ただそのそこに乗ってるたった一粒のパールがやっぱりネックレスやブレスと同じように色あせてあの黄色くなっちゃっててね、悪いんですよ。照りつやもなんか見当たらない感じのくすんじゃっててですね、なのでそれを寄せ集めて、あの黄色みの色のなんかあの感じでクリーミーな感じの白をつけたい時にこれどうかなっていうのの集まりなんですね。だからさっきのやつよりは、考え方にはよるんですけど、やっぱりね、あの状態としては悪いんですよ、こっちの方がね、明らかに。なので悪い方にちょっと入れたんですけれども、しくはですね、あの旅行の時にあんまりパールとかってちょっと気が引けますよね。遠出する時、あのもう遠出ってもうさっきの私のあのエピソードのように、遠くまで旅行した時に時計置いてきちゃったら、もう後でもう探すのもバタバタしちゃって、なかなかゆっくり探せないし見つからないしって感じですよね。なのであのこういう悪いパール、もしかして旅行の時にちょっとエレガントな感じで着飾りたい時にどうかなって思います。そうすると万が一落としたりとかなんかしたりしても、あのそんなに悔やまれることなく、も仕方ないな、残念だったなで済むというか、もうどうしようどうしようって感じではないという感じなので、あのそれでもつけたい、やっぱりこうで中心にするんだったら、こういうのもそういうところに組み込んでいけばアクティブな場面にいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次はですね、このね遠出っていうつながりが来たので一番最後になりますけれども、あのじゃあ旅行みたいなことをして遠出に行くときに、最初からもうこれ落とすかもしれないねっていう覚悟で行くときのちょっとジュエリーです。はい、
それでもですね、まあ、ある程度は華やかにしていきたいなっていう場合にのことを考えてゴールドをしました。私ゴールドが好きなんでね、自分がね、私自身もね、旅行ならゴールドをしていきたいなと思うんですけど、これね、自分で作ったんですよ。これタッセルなんですけど、このタッセル、糸なんかで作られて、ちょっと今飛び出ちゃってるのでカットしてますけどね、これね、実はカーテンのなんか縛る紐、なんて言うんですか、ストッパーっていうんですかね、あれのパーツなんですよ。それを手芸屋さんで見つけて、ゴールドが一番光り輝いていて素敵だったんで、それをね、ちょっと結ぶんです、上のとこね、この紐ついてますから、紐というか輪っかが、そしてバチカン分のなんか1センチぐらいの隙間の輪を残して、そこにチェーンを通すんですね。このチェーンはゴールドのステンレスのチェーンなんです。アレルギー用にね、首のとこになっても大丈夫なのにステンレス製なんです。そしてステンレスそんなに高くないですからね、チェーンもね。シルバー925の方がもうよっぽど高価ですね、今ね。で、ゴールドのね、全体的にそういう組み合わせにします。で、ブレスレットも、このなんかパサパサした感じにせっかくあるんでってことで、パサパサ系できてメッシュ。メッシュのなんか、ブレスレットを自ら探したらこれあったんですね。で、それにじゃあ関連してもう同じメッシュのリングどうだっていうことで、このパサパサ感も全体的にゴールドでっていうことで、このねベルト型に変わってますよね。これね、ベルト型にちゃんとなってるね、ちっちゃいのにね、ちゃんとベルト取り外して調整もできるんですね。そういうリングがあるんですよ、ステンレスの。これ中古品なのでちょっと黒ずんじゃってますけどね。で、こっちのこの、まあ、重ね付けしたらいいかなっていう、もう一つはプレーンな方のメッシュのステンレスなんです。これもね、そういうリングをこういう風につけるっていうことで、こんな感じのパサパサ系ですよね、全部ね。なんかそういう感じのゴールドでちょっと統一してみたと。だからめちゃくちゃもう本当全然高いものじゃなくて、どちらかというとコスチュームジュエリーっぽい感じですよね。地金なんぞ一つも使ってないわけで、18金とかも全然出てこないんで、これはまた、そうですね、また、例えばこれも落としたとしちゃったとしても、まあなんとかなる感じですかね。このフッサム、タッセルもね、二度と手に入らないものではないです。やっぱりカーテンのところに行って探せばあるし、こちらのブレスレットもですね、これ新しい新品なんですけど、アリエクスプレスっていうアリババのサイト、あそこで安いですからね、こういうやつね。何ドルとかで、なんかもう本当、5ドルもしないです、全然。安くて、で何日かかかって届きますから、そういう感じです。ここだったかな、台湾だった気がする、台湾か中国かどっちかかでしたね。そこから届きます、なんかね、海外からですね。日本ではなかなかちょっとステンレスもね、日本ではちょっと高いんで、こういうコスチュームジュエリー系のステンレス買うと、時はちょっとそういう海外のサイトをね、利用したりしていますね。はい、そういうことで、こういう一番最後に来たのは、もう本当にめちゃくちゃアクティブな場合に、もう覚悟をなくしてくる、覚悟をしてでも、アクセサリーをつけていきたい場合に、こんなのどうだっていうののご紹介でしたね。はい、ということで今回はですね、シーンがいろいろあって、そのお仕事のシーンとか飲み会のシーンだとかですね、そういうお食事とかね、そういう時にどんな感じのジュエリー、どんなレベルのジュエリーっていう感じがいいかっていう感じですね。で、とにかくですね、家より一歩外出て、よっぽどのフォーマルな場面じゃない限り、やっぱり高級なものっていうのはちょっとやっぱりね、どうしても躊躇してしまいますね。なのでですね、ちょっとそういうものからはだいぶかけ離れるものにはなるんですけども、それでもですね、やっぱり個性とか味の出し方って、そういうものの質じゃないところがありますから、そうするとある一定の良さは必要かもしれませんけれどもね。だけれどもね、それ以上になんかね、自分らしくなんか個性出していける方法あるかなって思ってます。はい、ではこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。